それでは、計算基礎学1の第13回の授業を始めます。まず前回のまとめです。前回第12回では、その有理数を常用化に埋め込んでの計算法について紹介をしました。それから、有理数をですね、その小数表記から復元するのに、拡張ユークリッドの誤助法、拡張ユークリッドの誤助法を応用するという手法を紹介しました。で、今回はですね、中国常用算法の応用としまして、モジュラ算法と呼ばれる一連の、計算があるわけですけれども、その中から行列の積の方計算という話題を紹介したいと思います。で、まずそのモジュラ算法ですねについて、まず紹介しておきます。で、このモジュラ算法と呼ばれるその計算は、主にその多倍長数を扱うアルゴリズムを対象にしております。で、そのアルゴリズムで扱うその数の、扱われる数のですね、絶対値の上階 M というのを何らかの形で見積もりまして、それに対してその 2M よりも大きい M、 上から抑える N ですね、 N を算出します。で、この N に対してその N1 から NK の積が N に等しく、かつ Ni と Nj、 異なる Ni と Nj が互いに素であるような N1 から NK という K 個の数を求めます。で、その N1 から NK を法としてですね、その常用感情でそのアルゴリズム、目的とする計算のアルゴリズムを実行するわけですね。これでこう K 種類の答えが得られるんですけれども、この K 種類の答えをその中国常用定理を用いて、その N1 から NK の積である N を法として解を復元することにより、もともと解きたい問題の答えを得るという手法です。で、見かけ上ですね、その同じ問題を解くのに、その N1 から NK という K 個の方を使って軽快問題を解くということになると、その計算コストがかかるのではないかという疑問を持つ人もいるかもしれません。しかしながら、実はそうでもない場合というのがありまして、特にそのこのもともとの数 N ですね、この大きい数を直接扱うと、その計算により時間がかかるというようなアルゴリズムもしばしばあります。そのような場合に、そのこの大きな N を分割してですね、このより小さな N の下でその問題を解くと、そうするとその軽快問題を解いてもですね、そのもともとの大きい問題の計算コストよりもより早く計算を済ませることができるという場合が実際にあります。ですので、そういうことで、なるべく小さい数を使って、この常用感で、何回か問題を解き、で中国常用定理を用いて最終的な解をこう得るという、アプローチを取っているのが、このモジュラ算法と呼ばれる手法です。で、モジュラ算法と呼ばれる手法は、いろいろな手法にですね、その中国常用算法を適用させるということを考えると、いろんな適用の仕方が考えられます。で、その中で今回はその行列の積をこのモジュラ算法で計算するという手法を紹介します。で、テキストは 4.9 節ですね、64ページですので、必要な人はそちらも合わせて見てください。で、ここでは多倍長数を成分に持つ行列の積を計算するということを考えます。A と B をともに整数を成分とする M 行、M 次正方行列とします。そして、まず我々が目的とする計算は、この行列 A と B の積ですね、積であるこの C を計算するというものです。で、今回の話の中では、この行列のですね、成分をこのような形で表すので注意してください。これは C の RT 成分ですね、R 行 T 列の C の代 RT 成分をこのように R と T をブラケットで囲った形で表しております。で、この C のですね、RT 成分を計算はどうやればいいかっていうと、皆さん
これ1年の時に線形代数の授業で習った通り、この行列 A の R 行の成分とですね、それから行列 B の第 T 列の成分のをこう取ってきて、まあ、その A の R 行と S の T 列の内積を取るという形でこう計算がこうできるというわけです。でそこでまずここではですね、この素朴な方法でこの A と行列 A と B の積を計算した場合の計算量の見積もりをから始めます。まずここではいくつか仮定を設けるんですけれども、この行列の積の計算量を見積もる、こういったアルゴリズムによる計算量を見積もる際には何がまず重要かっていうと、このそれぞれこの中で出てくるですね、数の大きさがどの程度の大きさかっていうことを調べた上で、その入力の数の大きさに対して計算量はどのくらいになるかという形で見積もりを行います。そこでこう一ついくつか仮定を設けていくわけですけれども、まずこの A、行列 A と B の各成分の絶対値に関する仮定としては、この行列 A と B の各成分の絶対値は、ラージ M 以下であるということにします。そして、このラージ M はですね、この多倍長数で表されているとして、でこの長さをラージ L というふうに表しておきます。でそうすると、この時ですね、この今この行列の一つの成分ですね、C の RT を求める際に A の RS 成分と B の ST 成分の積をまず計算するわけですけれども、この A と B の2つの成分のそれぞれ1つの成分の積の絶対値というのは M2 乗で抑えられているということに注意しておきます。でさらにこの C の RT がどのくらいの大きさで抑えられているかといいますと、この A と B の成分の積の M 個のスモール M 個の和ですので、そうすると、この C の RT の絶対値というのは、AB の積かける M ですね。ですので、ラージ M2 乗かけるスモール M で上から抑えられているとします。このラージ M2 乗かけるスモール M のことを M プライムというふうに置いておきます。でさらに、ここでは、この行列のサイズ M がですね、この各 AB の各成分の絶対値の上階、ラージ M 以下で抑えられていると仮定をします。でそうしますと、このスモール M の長さというのは、このラージ M ですね、ラージ M は、この AB の成分の絶対値です、上階ですけれども、この M の長さで抑えられているという仮定ができます。でここからその以上 の, その各数のです、ね、大きさに関する仮定を用いて、その、この素朴な乗算を素朴な方法でこの乗算を行った場合のこの計算量の見積もりっていうのを行います。まずこのですね、行列 C を計算する上で掛け算や足し算がどのくらい登場するかということなんですけれども、長さ L の多倍長数同士の乗算っていうのが θ の M3 乗回、登場します。でこの M3 乗って見積もりはどういうふうに出てくるかというと、まずこの C のですね1個 の成分を計算するのに、この A の成分と B の成分の積を M 回計算しますよね。これはいいですね。で C の成分の個数っていうのは合計で M2 乗個ありますから、そうすると1個の成分計算するのに M 回の乗算をやっているのを、M2 乗回繰り返すということで、まずここの多倍長数同士の乗算が M3 乗回になるということを押さえておきます。で、この多倍長数、長さ L の多倍長数同士の乗算が1回あたり、そのどのくらいの計算量だったかっていうと、ちょっとこれは前のことを思い出しますと、これ、それぞれの長さの、数の長さの積だったわけですね。今、この A と B の長さはそれぞれラージ L で抑えられていましたから、そうするとこの A と B の1個の積の計算量というのは L2 乗になっているわけです。で、それが合計 M3 乗回繰り返しますので、まずこの C の成分を求める上に必要な A と B の成分の乗算の全部まとめた計算量は、θ の
M3 乗 L2 乗という形でまとめます。まずここまでいいですかね。で、次に、今度はですね、この足し算ですね、足し算が一体何回出てくるか、計算量がどのぐらいになるかということを見積もるんですけれども、これはですね、長さ、M' の多倍長数の加算をするって行ういうことなんですが、これは、何を言っているかというと、ここですね、この A と B、A の成分と B の成分の積を M 個を加えるときの多倍長数の加算のことを言っています。で、これが何回発生するかというと、これもやっぱり M3 乗回です。で、理由としては、この C の RT を求めるのに、この A の RS と B の ST の積の足し算を、これ、ちょうど M 回やるわけですね。M 回足し算を行うわけですね。あ、M マイナス1回か。正確には M マイナス1回足し算を行います。で、これをですね、この C の成分の個数回だけ繰り返しますので、C の成分 M2 乗個ありますから、これ、M、θ M の計算を M2 乗回繰り返すので、全体の回数としては θ の M3 乗回になるということです。で、次にその計算量が どのくらいで見積もられるかということなんですけれども、これは長さが、M' の多倍長数の加算の計算量として見積もればいいわけですが、この M' っていうのはいくつかだったかっていうと、M2 乗×M でした。これはここにありますね。この見積もりです。で、それは実は長さとしては 2L プラス、M の長さで、なりまして、で、このスモール M の長さっていうのは L で抑えられているということも、ここで、やりましたので、それを使うと、この M' の長さっていうのは 3L で上から抑えることができると。まあ、これ、定数を省略すると θ の L になりますから、そうすると長さが θ L の多倍長数の演算を M3 乗回繰り返すということになりまして、この加算の計算量は全部で M3 乗 L、θ の M3 乗 L で抑えられるということになります。そうしますと、この C、行列 C の各成分の全部の成分の計算にかかる計算量っていうのは、この乗算の計算量 M3 乗 L2 乗と、それから加算の計算量 M3 乗 L ですね。で、この中で、そのより大きい支配的になる項はどっちかっていうと、M3 乗 L2 乗の方ですね。どちらも M3 乗の因子が入っていて、しかも L の指数はこちらの掛け算の方が L2 乗で大きいということなので、全体の計算量としては、θ の M3 乗 L2 乗になるということをまず押さえておいてください。で、目標としては、この M3 乗 L2 乗っていう計算量を、その中国乗用定理を使って改善するということになります。まずここまでよろしいでしょうか。